皆さんこんにちは、神谷でございます、今日は7月の18日でございますね。はい、昨日無事にあの旅から帰ってまいりまして、ちょっとねツアー楽しすぎちゃって、ちょっと声を使いすぎてしまってですね、ちょっとこんな声になってしまっておるのですが、ちょっとお聞き苦しい感じになっておりますけれども、今日はこれで勘弁していただけないかと思っております。すいません本当に。ですね、あの今日もあのちょっと旅の思い出の写真などを見ながらこう一つずつ、追っていきたいなと思っております。もうとにかくね本当に楽しすぎたんですよ。もうこの声からも分かるようにですね、今ね写真写ってるやつはですね、行きの車でですね、あの丼物食べてるとこですね私ねまずね、あの行く前の日にあの前歯の、こうセラミックの裏側がね取れちゃってね、で、出発する日の早朝にですねお医者さんに直していただいて、それで仮歯でなんと出発するというね、そういうスタートを切りまして、ほぼ、噛まなくてそのまま飲み込めるものを朝食事としなければならない、そんな旅になりました。そんなわけで、私の運転する私の車にですね福井亜美さんと久保真由子さん2人乗っていただいて、まあ女子旅のスタートですね。まあもうこの亜美さんの笑顔からも分かると思いますけれどもね、もうのっけから楽しくて楽しくてしょうがない様子でございます。日本橋近く、歯医者さんがですね茅場町福岡市か茅場町の、院長先生に、やっていただいたんですけど、そこをあの出発したのが朝の、10時ちょっと前ぐらいだったかな。それで順調につきましてですね、ついてすぐにですね串カツラブリーに行きました。もうね、あのラブリーの、河合さんのお店でもございます串カツラブリーは、ラブリーから歩いてすぐのところにございまして、まあ、人気のお店なのでなかなか入れないんじゃないかと懸念してたんですけれども、ちょっと待つだけでね入れて、まあ、あみさんもこの満面の笑みですね。その後ですね、あのラブリーで働いていたスタッフの方々が、それぞれ、独立してですね、独り立ちされたところをこう巡礼する、そんな、運びとなりまして、ここからすみれさんが登場しましたね。元、今の店長さんの前の店長さんである、水谷くんのお店に行きました。なんかね願望を出すお店なんですよ。なかなかあの美味しいお店だったんですけれども、そちらの方に伺いまして、まあちょっと串カツの後で、そんなにこう食べられなかったんですけど、まあ私の、食する液体が結構あったのでコーンスープなどいただきましてですね、コーンスープとガンボをすするみたいな、そんな感じでございます。女子チームはですねワイン持ってらっしゃいますね。もう楽しい、お酒が止まらない、そういった感じでしょうか。その後ですね、移動いたしましたのは、ロク、ロクちゃんはですね、ラブリーでも働いてたし、その後はあのひさとみというね、串カツラブリーの、前の形になるんですけれども、そちらの方に長く働いていた、スタッフの方でですね、いつもいつも私がラブリーをやる時には挨拶にちょこっとこう顔出してくれる、そんな彼のお店でございます。これはねあのロクですね、串カツ、ロクというお店、彼のねお名前の通りの、まあでもすごい私全然食べられなくてリンゴジュース一杯しか飲んでなかったんだけど、あの串カツすっごい美味しいらしいです。もう次はね歯が生えたら行きますんで、そして、次ですね、今ご覧いただいているのが、名古屋ラブリーの、本番の映像ですね。これ本当に歌ってるふりじゃなくて真剣に、ね、歌ってるところでございます。あのブラックバニーがですねスタイリングのスーツに身を包んでですね登場していただきまして、あの終始いたわけではなくてですね、ワンステージ2曲ほど4曲ぐらいに歌ってもらいました。その他はですね私と、福井亜美さんのトリオだけの演奏もね各ステージ2曲ずつ、聞いていただいたところで、あの亜美さんが、すいませんコーヒー飲んじゃった、亜美さんがあれです、
アルバム、新しいアルバム出たばっかりだったのでですね、もうこの日も本当にたくさんの、お客様に恵まれて、大勢のお客さんに CD を買っていただけて本当に嬉しかったです。そしてですね、その、終わってからの記念撮影ですね、やっと記念撮影になったらですね、キラッチはマスクを外すという感じで、とにかく、もうキラッチはもう二度とコロナにかかりたくないっていうのもありますし、先日ですね、ジャワジャズフェスティバルというインドネシアで行われてる、毎年行われているジャズフェスティバルに出演したんですけれども、その時にですね、食らいまして、ちょっとね体が弱っているということで、終始演奏中も、マスクを着用して、演奏されておりました。ですね、アミちゃんが着てるお洋服ね、これどっかで見たことありますね。先日私が、東京の方で着ていた、ワンピース、これスタイリングのねワンピースで本当によく似合ってました。そんな感じの、ラブリーの夜でした。で、これがあれですね、私たちだけの、写真ですね。なんか私がなんか面白い髪型になってるな、なんかこれね、なんかちょっと なんでこうなったのかちょっと分かんないですけど、ピンクのね、薄いピンクの、スーツ着させていただきまして、まえちゃんがさっき着てたのがね、ブルーですね、色違いとなります。すごく着やすい、スーツでですね、横に、こうラインが入っているちょっとサテンの、素敵な光沢のあるピンクの、スーツを着させていただいて、こんな感じでラブリーはステージをやらせていただきました。本当にね、なんかねすごいたくさん来てくださって、静岡からとか、三重県からもね、来てくださいまして、で僕場面変わりましてですね、今久保さん踊ってらっしゃいますね。これね配信したんですね、昨日も配信、昨日じゃない、その前日のラブリーも配信しましたし、この日はですねナチュラルカフェ、岐阜のナチュラルカフェに移動しての、配信チェックということですね。で今これ映ってるカメがですね、ナチュラルカフェで飼われている、岩尾くんですね。岩尾くんは前に見た時よりももうちょっと大きくなってたかな。結構、本当に人も乗れるサイズですね。はい、元気でおりました。そしてこれ本番の写真ですね、素敵な写真撮っていただきましてありがとうございます。アミさんのねファンの方が静岡からね2日連続で、いらしていただきまして、その方の写真かな、なんか位置的にね、アミさん のセクシーな足元が素敵ですね。この日はですね、私ちょっとベージュのちょっとストライプが入ったような、スーツを着させていただきまして、ちょっとね岐阜はね暑かったんですよね。暑さの質がねちょっと京都に近いような感じ、湿度が高くってもう本当にベッタベタになるような感じの、気候だったんですけれども、せっかくねスタイリングさん、素敵なスーツ、提供してくださったので、ここはもう絶対着ないとなと思って、ジャケットも着用して、歌わせていただきました。でこちらですね、ナチュラルカフェでの、全員ね、うまいこと全員入ってますよねこれね。まいちゃんが着てるのは、私物になりますがスタイリングの、上下ですね、ボウタイブラウスとあとストライプの入った、パンツですね。そしてすみれちゃんが着てる方のワンピースはですね、本当にスタイリングの新作だったんですけど、もう飛ぶように売れて、もう今はねちょっと入手困難な感じになっておりますが、よく似合ってますね。肩にこうちょっと肌が見えるような細工になっておりまして、そして終わってからのこれ記念撮影ですね、ちょっと端っこの方ごめんなさいね、なんか切れちゃって、ナチュラルカフェの、真ん中に私の隣に映っているのがマミちゃんといってですね、丹羽真由美さん、オーナーの、オーナー親子ですね、娘さんの方、そしてスタッフの皆さんと記念撮影させていただきました。まあとにかくナチュラルカフェ盛り上がりましたね。たくさんのお客様に来ていただきまして、こちらがもう終わってからの、打ち上げの様子ですね。私の、ライブにいつも来てくれる、四日市のリー君っていう、洋学校の先生をやっている
お友達がいて、彼らが、いつもね応援来てくれるんですけども、この日本当2日続けてね名古屋と、岐阜と両方来てくれたんですね。本当に嬉しくてですね、打ち上げまで残っていただいて、今こう映ってる まみちゃんの隣にいらっしゃるのがね、まみちゃんのお父さんの庭さんですね、そちらの方で楽しく、打ち上げ、すごいね料理もね美味しいんですよ。でもう本当に楽しい時間を過ごさせていただいて、私アイスコーヒー一杯でね、まあ大変酔っ払いまして、いろんな人に絡みまして申し訳ございませんでした。そしてですね、その後の写真が、あ、これですね、芋屋って書いてありますね。これ、あの芋栗かぼちゃ大好き、久保麻衣子さんが帰りの車の、で立ち寄った、サービスエリアで、お芋のなんかを買っているところですね。はい、そして、これ帰り道の、サービスエリアでのお食事、やはり、ちょっと、ほとんど飲めるんじゃないかっていうぐらいの、うなぎの、ね、どんぶりなど、あとあれですね、亜美さんが持ってるのはしらすですね。はい、そんな感じで帰りもですね、まあ笑いの絶えない車内でございまして、いつもはあのトリオでの、ツアーの時は楽器も持ってね、ドラムもベースもそして人も入っている本当の小さな隙間に亜美さんすっぽり入ってですね、大変閉塞感あふれる車内で、悶々と移動するっていうことをしていたらしいんですけど、今回の旅はね本当に楽しかったって言ってくれました。はい、というわけで各地に来ていただいた皆さん、そしてスタッフの皆さん、本当にどうもありがとうございました。そして一緒に演奏してくれたミュージシャンの皆さんにもとても感謝です。ありがとうございます。